どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はご報告があります。タイトル通りなんですけど、オーストラリアのプロチームであるマインドフリークに入ることになりました。選手としてではなくストリーマーとしてになります。ストリーマーって何かっていうと、有名なところだとオプティックのパーマージとかがそうだと思うんですけど、そのチームの一員としてスポンサードを受けつつ動画とか配信を今後していくような感じになります。Hi everyone, my name is Greed. I recently joined the Mind Freak. I'm a Japanese competitive player. My first big break was when I won the ESL Black Ops 3 Asia Community Cup. I want more people to know about Mind Freak Road to Success. I'll be going with the Mind Freak to Championship in August 2017. If you'd like to support me, please follow my channel. Mind Freak の説明を軽くしたいと思います。マインドフリークはオーストラリアのプロチームで、過去に世界大会アメリカとかヨーロッパとかの強豪チームを抑えて世界大会5位6位を取ったことがあるチームになります。で、現在もオーストラリアを1位で通過して、その先のグローバルプロリーグで活躍しているような感じでございます。はい、そしてただ入ったわけではなくて、僕にはすごく大きな仕事があります。それは世界大会、マインドフリークが出る世界大会についていって、その現地で動画を撮るという仕事があります。で、早速なんですけど、8月に、COD チャンピオンシップっていう COD で一番大きな世界大会があります。もう世界のプロチームはみんなそこを最終目標に目指す大きな大会なんですけど、マインドフリークもそちらに出るので、僕もアメリカですね、現地までついていって、選手の活躍だったり、あと e スポーツの、ね、雰囲気を撮って皆さんにお伝えするのが大きな仕事になります。はい、日本では、今まで通りラッシュの一員として e スポーツプレイヤーとして活動していく予定なので、そちらの方も変わらず応援してくれたら嬉しいです。それとですね、プレゼント企画を、計画中でして、僕が今着ているユニフォームの名前入りバージョンを、今作ってもらっている状態です。で、それを皆さんにプレゼントしようかなと思います。で、今考えている応募方法は、僕のツイッターとマインドフリークの公式ツイッター両方フォローして、そして応募用のツイートをリツイートしていただくという感じにしようかなと思います。はい、今日の発表は以上になります。このね、マインドフリークに入るまでの手伝いと、あとオーストラリアに遠征に行った時の支援をしてくださったのは、僕をね、個人でスポンサードをしてくれている、ウィキッツさんのおかげになります。本当にありがとうございます。実はマインドフリークのオーナーさんと知り合ったのは、この前のね、オーストラリア遠征の時じゃなくて、そのね、約1年くらい前に僕のね、 e スポーツルーの交流戦の動画を見てくれたところから DM をするようになりました。すごくこう競技的なルールをやってる日本人っていうことで、すごく興味を持ってくれて僕に、で、そこから DM して、で、この前のシドニー大会があるから、ちょっと来てみないってお声がかかって、で、行ってみて現地で話したっていう感じになります。本当にね、動画と配信は続けててよかったなって思いますね。いつか誰かこう海外の人が見てくれたらなって思って配信もしてたんですけど、まさか本当に反応してくれて、しかもチームに最終的に入れてくれるような感じになって本当に嬉しく思います。で、これからはマインドフリークが出る大会の配信のね、ミラー配信とかしたりとか、海外の e スポーツ、コット e スポーツが見れるようなチャンネルにしていきたいなとも考えてますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。これからはマインドフリークグリードとしてぜひ応援の方よろしくお願いします。というわけで、今日も最後まで見てくれた方ありがとうございます。お疲れ様です。